き明かりかと思ってみれば、変わる間際の黄色い信号、やたらと長い赤信号に変われば決まって僕らキスをするんだ。君はいつも左側を歩き、僕のポケットに小さな手を入れる。して触れる指先のぬくもりだけ、それだけで僕らはつながってるわけじゃない。僕らをつなぐ君の家に向かう途中、ガソリンスタンド買う車の音で溢れて、僕らの会話がかき消されてしまわぬのを自然と、僕らもっともっと近づいた。でも多分このガイドのように、ただ弱々しく頼りない光の下に僕らいて、僕らをつないでいるもの、二人同じ明日描いているのかな。ねこの先もずっとあの花「うなずくしかできなくて」